こんにちは、ぷにです。お久しぶりでございます。ちょっと眉毛を剃りすぎました。新しい電動カミソリにしたんですけども、ちょっと予想以上に刃がですね、短すぎて剃られすぎちゃいましたね。はい。で、今回なんですけども、絵が上手くなるための練習すべき手順っていうのをお伝えしようと思います。っていうのもですね、僕自身、なかなか絵が上手くならなかった期間っていうのがあるんですけども、それの大きな要因っていうのが、手順を踏まなかったっていうのが大きかったんです。手順通り書かなくても上手くなる方は上手くなるでしょうし、この手順がですね、人に合う合わないっていうのももちろんあると思うので、あくまで僕の一個人の話だよっていうところを了承していただいて聞いてもらえればありがたいです。で、聞いていただいて、確かに理にかなってるし言う通りだなって思っていただいたらですね、それはあなたに合ってるかもしれないので、ぜひやってみていただいたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。では行きましょう。で、まず絵を完成させるための手順っていうのがあるんですけど、それからちょっとお伝えしようと思います。完成図があります。で、この完成図を作っていくために一番最初にやるべきことは何なのかって言ったら、当たりを書くことなんですね。要はその全体の構図とかバランスを決めていきますっていうものになります。その次にやるべきことがオーラ風っていうものですね。もうポージングを決めていったりとかですね。その次にラフがですね、どういった服を着せようかとか、服のシワはどんな感じにしようかなとか、目の形とか表情とかはどうしようかなとか、いわゆる細かい部分を決めていくところになります。その次がいよいよ線画ですね。綺麗に描いていくところになります。はい。で、次が着色ですね。最後に、ハイライトとか影を入れて完成といった感じです。その絵ができる手順ってこんな感じなんですね。じゃあ絵の練習はどうすればいいのかって言ったら、すごく当たり前なんですけど、当たりから練習すべきなんですよね。ですが、僕も含めてなんですけど、大体の方ってこの練習ってすっ飛ばすんですよ。どこから練習するのかって言ったら、ラフ画とか、色の塗り方とか影とかハイライトとか、そっちの方から練習しがちなんですね。なんでそれから描くのかって言ったら、ある程度自分が描きたいものをピンポイントでは描けるからなんですね。例えば美少女が描きたいとするじゃないですか。目が綺麗だから目を描きたいなと思ったら、目だけをくり抜いてそこの部分だけは綺麗に描くことってある程度描けちゃうんですよね。で、その目をじゃあもっと綺麗に仕上げたいなって思ったら、その着色はどうすればいいのかなとか、影やハイライトとかってどうやって入れればいいのかなっていうところに疑問が飛んでいくので、そっちの方ばっかり練習しちゃうんですよ。目が綺麗に描けましたと。じゃあ次はちょっと顔全体を描きたいなと思った場合って、描けるんですけど、全体を見た時にバランスが悪いんですよ。例えば、頭は綺麗に描けてるけど、こっちの髪の毛がすげえペシャって潰れてたりとかっていうことになりがちなんですよね。なんでそうなっちゃうのかって言ったら、一番最初のその当たりだったりとか人体の構造とかっていうのをわからないまま描いちゃうので、ぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ。やっぱりその土台が大事になってきますよっていうところですね。なので一番最初に練習すべき絵っていうのは、当たりとかオーラフとか、そういったところの描き方になってくるんですよね。ただこれって超つまんないっちゃつまんないんですよね。美少女を描きたいのに全体のバランスを見るって美少女を描かないことになるんですよ。だからつまんないから、こっちの練習をすっ飛ばしてここから描きがちなんですよね。ですが長い目で見たら、こっちの土台の方から描いていった方が結果的にいい方向につながりますよっていうところになるので、ここの練習もですね、頭に入れていただいてしてもらった方が僕は絶対いいかなっていうふうに思います。例えばなんですけど、イラストじゃなくてひらがなとか漢字とかってどういうふうに学んできたか、皆さん覚えてますか？ひらがなの練習って一番最初、初っ端から白紙の紙に、じゃあ「あ」っていう字を見よう見まねで「はい書いてくださいね」って先生に言われたことってないですよね。漢字だったら漢字ドリルっていうのがあって、その格子書きがあって、その格子書きの中にここら辺にその「あ」の横棒とか「あ」のカーブが来るよっていうのがあるじゃないですか。例えばこんな感じですよね。こうないからこう書きますけど、こういう風な法師書きの中にひらがなの「あ」だったら薄い「あ」っていうのが下に引かれてるじゃないですか。でこれをなぞって書いてねっていう風に最初ありますよね。それでこの薄い「あ」がなぞってある程度場所とか書き順とか把握できたら、それから次にじゃあその下に「あ」を引かない状態で格子書きの状態でじゃあ「あ」書いてみましょうねっていう風にステップがあると思うんですよ。でこの格子書きの状態で書けたら、じゃあいよいよ次は白紙の状態で「あ」を書きましょうっていう風な手順じゃないですか。で「え」も全く同じだと思うんですよね。最初に格子書きじゃないですけども、当たりって言って全体のバランスをこういう風に四角で囲ってみて、どこら辺に人の頭はあるのかなとか、どこら辺に目ん玉はあるのかなとか、どこら辺に口はあるのかなっていう風に、まあ人の顔だけで言ったらこう正方形でくくってみて書いてみるっていうのがおすすめかなと思います。こんな感じですね。全然面白くないんですけど、実はこれも一つの面白みっていうのがありましてですね、このいろんな人の顔をこういう風に正方形で囲ってみて、目の場所とか鼻の場所とか口の場所とかをずっとこう書いていくと、ある法則っていうのが見えてくると思うんですよ。でその法則を探していくっていうのが新しい発見につながるので、楽しみにつながるんですね。でその楽しみっていうのがその絵の上達にも直結してくるところになります。この楽しみを見つけるまではちょっとこう面倒くさいかもしれないですけども、間違いなく手順としては僕個人としては合っている正しいやり方かなっていうふうに思いますので、まずは構図だったりとか全体のバランスを見るっていうことで、こんな感じで格子書きでなぞっていただければいいかなと思います。全然とね、特にあが断固としてとね、確固たる意志を持ってる、全然とれんわ。はい、そんな感じでいかがだったでしょうか。絵の上手くなる手順っていうのがですね、きちんとありますので、ぜひぜひそれを実践に移していただきたいなっていうふうに思います。いやこれ僕には合わないかもって思うかもしれないんですけども、根気よく続けていくとですね、間違いなく急激に上手くなるタイミングっていうのが来ると思いますので、それをぜひぜひ体感していただきたいなっていうふうに思います。僕自身もまだまだその人体の構造をしっかり把握してるわけでもないですし、全体のバランスもある程度やっぱりこう見よう見まねで格子書きをして書いていくっていうのもありますので、一緒に上手くなっていけばいいかなっていうふうに思います。頑張りますっていう風な感じで、イラストに関することをですね、プーチャラプーチャラ喋っていくチャンネルになっていますので、面白そうだなって思ったらチャンネル登録していただけると幸いでございます。ふにでした。